照明寺は東京都練馬区高野台にある新言集とい山派の寺院である。3号は東高野山。江戸時代から東の高野山として関東地方でも有数の霊場として広く人々から信仰を得ていた。寺院のある高野台の地名や最寄り駅である練馬高野台駅の名の由来にもなっている。当寺院は慶長18年にご法上氏の一族である。 喜びさんあじゃりによって、工房大師像を祀るよう作ったのが、始まりと言われている。老いにあたる増島茂氏によって、観音堂、近道などが整えられた。その後、寛永十七年なら、長谷寺の正池の坊衆参により、十一面観音像が作られ、長明寺の称号を得る。その後、1648年に、徳川三大将軍、徳川家光により、主因地を賜り、 衆印寺として著名になった。当初は3号は衆参により八原山と称したが、当寺院が高野山奥の院を模して多くの石仏、石塔が作られており、東高野山とも称されるようになり、東の高野山として人々から信仰を得るようになった。近藤は幾度もの火災により消失し、現在の近藤は、 明治37年に再建されたものを昭和46年に修復したもの。また、観音堂も幾度か消失の目に遭い。現在のは1979年に再建されたものである。ありがとうございます。